大友義秀は、日本のギタリスト、ノイズ、フリージャズ、ターンテーブル奏者、前衛音楽、即興音楽、パンクロック演奏者、作曲家、テレビ、映画音楽家、プロデューサー。神奈川県横浜市生まれ。9歳まで横浜市で過ごし、その後高校卒業までの10代を福島市で過ごす。若いうちから、ジャズ喫茶に入り浸り、安倍香る。 高柳正幸などのフリージャズに衝撃を受ける。1977年に福島県立福島高等学校を卒業後、明治大学文学部二部文学部文芸学科に入学。大学在学中から高柳正幸の生徒兼付き人として数年間下積みを続けるも、1986年末に高柳との関係がこじれ、ギターにも挫折したため、 死の元を飛び出す。大友は後にこの事件を若気の至り、ギターがなかなかうまくならない焦りもあったと回想している。1980年代後半より新宿ピットインをはじめ数々のライブハウスに通うかたわら自身も即興演奏を行うようになる。1990年代に入り初のリーダーアルバムを香港のレーベルから発表。 自身のバンドグラウンドゼロを立ち上げ、アメリカやイギリス、日本から次々にアルバムを発表する。同時期、香港や中国映画の音楽も手掛けるようになり、どこにも所属せずに、様々なジャンルや国境を超える、独特の活動スタンスが内外で注目を集めた。グラウンドゼロは1998年に解散。その後もノイズミュージックやフリージャズの分野で作品を発表する一方、 様々なバンドでギターやターンテーブルを担当、また国内でも映画音楽、テレビドラマの劇、友などの作曲も数多く手掛けるようになり、サウンドトラックの作曲家としても知られるようになる。多作なことでも知られ、これまで参加したアルバムは300作を超え、また数多くのバンドやプロジェクトにも参加してきている。1990年代から2000年代前半にかけては、 欧米やアジア圏と海外での演奏活動が中心だったが、近年は映画やテレビの音楽の作曲や音楽展示作品の制作、プロデュース等に比重が移ってきているように見える。即興やノイズ系の音楽家として知られたが、作品の幅は広く、カヒミカリーや浜田マリコ等ポップシンガーのアルバムプロデュースも手がけ、また2000年代に入ってからは、オニック等を結成。 ジャズの分野でも活動している。2005年に参加した知的障害者とミュージシャンたちによるグループ音遊びの会のサポートでも注目を集めている。2006年6月、吉祥寺駅前の古い雑居ビルの12畳ほどの部屋にグリッド605をオープン。岩井から牧野拓馬らと共に運営。2009年9月までに59回のイベントを行う。2009年には 音楽家、大友義秀を追ったドキュメンタリー映画、聞こえが公開された。近年は、仙台メディアテークの Without コーズや山口情報芸術センターのアンサンブルズをきっかけに、音楽と美術の領域にまたがりながら、一般市民とともに共同で作る音楽の展示作品を次々に発表している。2009年東京を中心に、各地でゲリラ的に展開した。 アンサンブルズ09、9付だらけの音楽装置は、美術館や女性に極力頼らず、ワンコイン500円の入場料で、多くのアーティストや協力者を得て行われた。その後も、音楽や美術の領域に収まらない作品やプロジェクトを発表し続けている。n h k イット部でもたびたび放送されている通り、2011年、東日本大震災を受けて、遠藤道郎。 和合良一らとともに、プロジェクト福島を立ち上げ、フェスティバル福島の開催をはじめとした活動を毎年行っている。2012年、プロジェクト福島の活動で芸術編賞文部科学大臣賞、芸術振興部門を受賞。2013年には NHK の連続テレビ小説、アマチャンの音楽を担当し、多数の関連作品を発売。 ドラマのヒットとともに、大友自身もメディアに数多く取り上げられ、一般市民の間での知名度を高めることとなった。また、この仕事で、日本レコード大賞作曲賞をはじめとするいくつかの賞を受賞した。12月17日、FEN のライブをもって、グリッド600号をクローズさせた。自身がブログでも語っているように、山下武雄や中村八代、泉拓、 クレイジーキャッツといった昭和の音楽家のファンでもあり、そうした影響がテレビのサウンドトラックにも現れている。ラジオ番組の出演も多く、KBS 京都の大友義秀のジャムジャムラジオでは2010年開始後、AM ラジオでは紹介されることのないような特殊な音楽の紹介をし続けている。2014年、国際交流基金と共に、アンサンブルズアジアプロジェクトをスタート。 これまで培ってきたアジアとのネットワークを活かし、アジア各国の音楽家投資のネットワーク作りや、音楽を通してのアジア諸国との交流に、奔走している。2015年10月、札幌国際芸術祭2017のゲストディレクターに就任。文章での発信も多く、いくつかの著作の他にも自身のツイッターやブログ、大友義秀のジャムジャム日記も活用している。 その他多数その他多数他、まちゃん、福島関係本など多数。ありがとうございます。